あと流刑にかかる、客属大橋級ドラ文中書ドラ鏡は、台湾内栗県の里、ドラ鏡の開発が始まったのは、新大清志県流年間である。関東より愛の高が率いる34度がこの地に入植し、竹子林から南に向かって入植させ、太陽、を、楠の木樹林の地を開発、その地に居住していた、原住民は鳥高市新山へ特畜した。 同年関東の沈国教徒蘇長即、不安さ強し、蘇春白、蘇東校が、五大股を組織し、牛角校、早校、山水校、長深校を開発した。この多県流年間には、関東により、五潮密は引き入るくれ、後世の人々によって老取り家が及び、新取り家五などが建設された。その後も、信頼を通じて開発が進み、 台湾への渡航禁止が解除されると開発が一層進み現在の存落が構成されるに至った。旧重光診療所。ありがとうございます。